ラッカ、アラッカ、AR ローコ、ラッカは、シリア、シリアアラブ共和国北部の都市で、アレッポの160キロメートル東にあり、ユーフラテス川中流域の北岸に位置する。ラッカ県の県と、シリア内戦最中の2013年に、アイスセル、イスラム国に占領され、2014年の独立宣言以降はラッカを、首都を宣言し、以降は、 アイセルの拠点となった。このため、シリア政府やロシア、アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、ヨルダンなどの有志国による空爆作戦が展開され、2017年10月に、シリアの反体制派グループシリア民主軍によって、ようやく落とした。ジャズイーラ地方、メソポタミア北部、現在のイラク北西部とシリア北東部にまたがる地域西部の主要都市で、もうする。 デリゾール、ハサカ、カーミシュリーなどと並び、ジャズイーラを代表る都市の一つである。人口は19万人から20万人と推計されており、シリア第6位の都市。ラッカは、アレッポとデリゾールを結ぶ道路や鉄道が通り、ユーフラテス中流の農産物を集散する農業都市である。ラッカ西方には、ユーフラテス川を石止めただむ湖、浅ド湖が広がる。 ダッカのすぐ東で北からユーフラテスに合流する、支流バリフ川があり二つの川沿いに農地が広がる。バリフ川を北へ遡ると、トルコ領に入り、ハラーンやウルファの平原に至る。セレウコス町の王セレウコス二世、カリニコス、在位期限前246年期限前225年は、自らの名にちなみ、カリニクム、またはカリニコスという町を、 現在の落下に建設した。東ローマ帝国時代、皇帝レオ一世にちなんで、短期間、レオントポリスと改名されたが定着せず、カリニコスの名が使われ続けた。542年、サーサーアン・アサペル社のホスロー一世は、メソポタミアに侵入して、カリニコスを破壊したが、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世が再建した。6世紀、カリニコスは、 シリアの修道院制度の中心となり、市街の北の丘にある星座赤い修道院が巧妙だった。跡地には509年に遡るモザイクの碑文があり、これがおそらく修道院の創設の時期とみられる。この修道院は10世紀頃までの様々な資料に長見られる。もう一つ重要な修道院は柱の修道院であり、9世紀頃、アッパース町の西半分の都が落下であった時期には、 シリア正教会のアンティオキア総主教は柱の修道院にあった。639年、キリスト教の都市だったカリニコスはアラブ人たちによるイスラム帝国により陥落し、以後アラビア語の文書には現在のアルラッカーの名が登場するようになったが、シリア語文書では従来通りカリニコスと表記された。640年、キリスト教徒が 圧倒的多数を占める落下の町に、ジャズイーラ最初の改修モスク、大モスクが建てられ、信者が多く移り住むようになった。落下の戦略的重要性は、ウマイア朝末期、アッパース朝初期の戦乱期に高まった。落下は、シリア地方と、イラク地方を結ぶ十字路であり、南は、ダドムール、パルミラを通って、大都市ダマスカスへ、北は、 ハラーンの町を通りカリフの臨時の在所である、アルイコールルサファ、AR ル,ルセイファ、別名ですさ、今日のトルコ領シャンルールファへ、東はイラクやペルシャへ、西は東ローマ帝国との国境の戦場へと道が走る場所だからである。771年、アッパース町の第二代カリフマンスールは、市街の200メートル西に自身の持つ、 ホラー三人部隊の文献隊の兵衛都市を築き、アルイコール、ラフィカと名付けた。その異常的な城壁は、今も残り、アッパース町の軍事力の強大さを物語る。ラッカとラフィカは一つの大都市へと融合し、ウマイヤ町の首都だったダマスカスよりも大きくなった。796年に、第5代、カリフ・ハールーン・アイコール・ラシードは、ラッカ、ラフィカに宮殿を構えた。 行政機能はバグダードに残したものの、知性のほとんどの機関である13年間に渡りカリフの居城が置かれ、中央アジアから北アフリカに広がる帝国の帝都とが、東ローマ帝国の侵攻に対する守りの拠点となった。落下は交通の便が良く、各地の軍隊への指令も容易で、広輩地に豊かな農村を抱え大きな人口を支えることができたことが優れた点であった。 ラッカの宮殿は、双子都市ラッカ、ラフィカの北にある10平方キロメートルの敷地を占めた。イスラム教法学の主要な学派、ハナフィー学派の創設者の一人シャイバーニーは、ラッカの裁判官であり、数学者、天文学者、バッターニーは、ラッカで活躍した。ラッカの宮廷の輝きは、アブル・ファラジュイス・ファハーニーが編纂した、キターブ・アル・アガーニー、キーターブ・アル・アガーニー、 歌の書のいくつかの詩に記録されている。現在では、宮殿跡地の外れにある、東宮殿という名の修復された小さな建物が、アッパース町建築の印象を伝えている。落下の西 8km には、未完成に終わった、ハールンアイコールラシードの時代の勝利記念碑、ヘラクラが残っている。これは、小アジアにある東ローマの都市ヘラクレイア征服を記念しものとされるが、 これを天体に起こった出来事とを結びつける異論もある。記念碑は直径500メートルの円形の城壁の中央にある四角い建物に守られているが、建物の上部はハールンアイコールラシードがホラーサーンで休止したため未完成のままになった。アッパース町の宮廷は809年バグダードに戻ったが、落下、ラフィガはエジプトも含む帝国西半分の福ととなった。 旧世紀末、エジプト及びシリアで分立したトゥールーン朝がジャズイーラに侵攻し、アッパース朝と交戦が続いた。続いてシーア派過激派勢力、カルマト派がシリアで反乱を起こしたため戦乱が続落下の繁栄は終わりを告げた。940年代、ベドウィン系のハムダーン朝がアッパース朝の政権を奪うと落下は急速に衰えた。 10世紀末から12世紀初めにかけ、ラッカは、カイル・ア朝ほかベドウィン系王朝が支配した。12世紀半ばのザンギー支配下、ザンギー朝から13世紀前半のアイユーブ朝初期にかけての時代、ラッカは、農業と手工業の生産力をもとに、第二の繁栄期を迎える。この時期、ラッカの名を世界に轟かせたのは、ラッカウェアと呼ばれる青い釉薬をかけた陶器であり、 イスラム陶芸の中心地の一つであった。落下に現存するバーブ・バグダード、バグダードモンとカスル・アルバナート、ケイザー・アルボノット、宿女のシェロは、当時の大都市落下の繁栄ぶりを物語る。しかし1260年代、モンゴル帝国の侵入と徹底的な破壊で落下の歴史は終わる。1288年の記録では、落下の町の廃墟にいた最後の生き残りの住民が、 殺されたとの報告がある。以後長い間落下は再建されなかった。16世紀に入り、オスマン帝国がユーフラテス川沿岸の落下に税関を置いたことで、落下の名が再び歴史に登場する。落下を中心にした新たな州、落下州が創設されたが、実際の州都は 200km 北のゲントルコ領、ウルファに置かれた。17世紀のオスマンの旅行者、 サッカエヴェリアセレビーは、落下では、アラブ人とトルクメン人の遊牧民が、廃墟の近くで宿営をしているだけだ書いている。1683年、城塞が部分的に再建され、家にチェリ軍団の文献隊が置かれた。続く10年で、落下は、部族定住政策の中心となった。ッカが再び都市となったのは1864年で、あり、最初は、軍の前哨として、 次は、ロシア帝国の北カフカス征服から逃れてきた、ムスリムのチェチェン人ン難民やベドウィンの元遊牧民の定住地として、住民が定着し始めた。第一次世界大戦後、この一帯が、フランスイニン統治療シリアとなると、行政府の建物が作られた、現在の落下博物館。1946年のシリア独立後の1950年代には、朝鮮戦争で、 世界的な綿花景気が発生ると落下の農業は前例のない成長を見せ、ユーフラティス川中流域の最高地下が進んだ。以来、綿花は落下地方の主農産物である。都市の成長は一方で、残っていた古代や中世の廃墟が掘り返されて失われてしまうことも意味した。アッパース町の宮殿だった場所は現在ほとんど住宅地下し、古代、中世の落下市街地。 現在のミシュラブ地区ミシュラブやアッバース町時代の工房地区、現在のアルイコールムフタルタ地区アルムクトルタも宅地化してしまい、発掘は部分的にしか行われていない。12世紀の城塞は1950年代に撤去され現在では時計塔のある広場になっている。1980年代に入り、宮殿地区の緊急発掘とアッバース町時代の私壁やモスク、バグダード門、 記念碑、カする、あるバナートなどの保存が始まっている。シリアの独立後、落下はシリア国内の他の主要都市から離れていることもあり、中東戦争やイスラエル等の隣国との小規模な争いの影響を受けることはほとんどなかったが、2011年に起きたシリア内戦で事態は一変した。アサド政権と反政府武装勢力が コムスやアレッポでの戦闘に集中する中、ラッカでは権力の空白に乗じた。アイッセルが勢力を拡大し、2014年1月にラッカを含む地域一帯をイスラム国として建国を宣言。ラッカを首都とし、アイッセルの一大拠点とした。同年8月末には、アイッセルがアサド政権のラッカ県最後の拠点であったタブカ空軍基地を押したことで完全にアイッセルによる 支配が確立された。このため、ロシア軍とフランス軍を中心にしたアイスセルに対する激しい空爆が行われた。2017年5月、アメリカから走行車両の供給などの支援を受けているシリア民主軍が落下へ攻勢を行うことを表明。6月29日、シリア民主軍は最後の退路を立ち、落下を完全包囲したと発表した。9月1日には、 シリア民主軍の報道官が落下の旧市街を解放したと発表。旧市街はアイセルが要塞化し激しく抵抗していた地域であった。9月20日、英国に拠点を置く NGO、シリア人権監視団がシリア民主軍が落下の90%を制圧したと発表し、10月17日にシリア民主軍は落下を完全制圧したと宣言。軍事作戦を終了した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。